どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました、奈々ちゃんです。奈々不思議の吉田桃です。中身信です。よろしくお願いします。はい、ということでね。いやー、まあ、ちょっとこれが流れてるのがいつだかちょっとわからないですけど、まあこのお盆も終わってね。まあ、撮ってんのはそうですね。どうですか、信さん。いや、出た。それはあれやないか。え？初耳怪談の1日収録して、もう最後の最後、4本目ぐらいの時の疲れ切った周平さんの雑な振りやないか。これ結構あるんですよ。昨日どうでした？え、あった？昨日は、2本目ぐらいからありました。あ、2本目ありましたよね。2本目がね、ちょっと僕個人的にちょっと面白くてしょうがなくて。どんな振りでしたか？いやー、イベントがね、イベントもありますけれども、どうですかノブさん。弁当ありますけどどうですかノブさんが来たんですよ。あ、面白いです、ね、でこれ僕いつも横で聞いてるんでね、はいはい、ちょっと笑いながら、ね、本当にね、あの僕の視界に入るところでちょっと笑うのやめていただいていいですか、はい、昨日はねちょっと2回ぐらいこうやってやらないと、楽しくねやらさせてもらってますけれども、というところで、ね、またこれはあいじったからこれ怒られますからね、多分この、もう視聴者の方はもうすぐに周平さんにお知らせ、僕から仕掛けてないんでね、これはまた怒られますんで。え、僕がいじったと思うの、どうですか島田さん。いじったと思います？逆にね、問いかけておきましたけどもね。七不思議からのお願いです。七ちゃんでは高評価、チャンネル登録、ベルマーク通知をお願いしています。いつも応援していただきありがとうございます。というわけで、はい、ヨブさん今日怪談会、怪談会、はい、うん、でちょっと珍しいお話なんですけども、うん、まあ、いつもね、あの投稿いただく方で、はい、N さんという女性の方いらっしゃるんですけど、はい、あのね、もともと霊感と母方の女性だけ霊感があるっていう家系なんですよ、うん、で N さん自身が一番霊に、なんていうのかな、頻繁に見てしまうっていう時期が多感な時期、中学生だったんですって、うんうん、で N さんの場合はなんかそのほら、見るパターンと感じるパターンと、なんかそう声が聞こえるとか霊感の感じ方っていろいろあるじゃないですか、うん、N さんは夢で見るんだって、うん、なんか夢でなんか意味深な夢を見たなと思ったら、なんか後々考えたら現実とつながっていたみたい。なるほど。でそういうのが頻繁にあるからもうちょっとしんどかったと、うん、N さん自身がとてもなんていうの、自分が見たくないのに見させられるってストレスじゃないですか、うんうん、で自分のお母さんとかおばあちゃんにそのことを話しても、うん、まあんまりちゃんと取り合って聞いてはくれないんだって、うん、なんかまあまあまあわかるけどもみたいな、うん、だけど N さんの、おばあちゃんのお姉さん、だから N さんからしたら大おばさんにあたる方なんですけど、この大おばさんは一番このね、あの女家系の中でめっちゃ霊感、うん、見るし感じるし聞くし、うん、全部オールマイティだと、うん、で N さんがちょっと中学生ぐらいの時に、ね、私こういう感じで おばあちゃんしんどいんだって言った時に、こう優しくね、こうやってこう抱き寄せてくれて、そっかしんどいよね、私もね昔あなたぐらいの時にこういうことがあったんだよって言って話してくれたお話なんですけど、その大おばさんが、10代の頃らしいんですけど、実際自分のお父さんがですね、体調を崩しがちなお父さんだったらしいんですよ、うん、まあ、要は病気がちっていうかね、いつもなんかちょっと床に伏せってる感じのお父さんだった、うん、でその大おばさんが学生の頃にそのお父さんのね、ある日パッて朝お父さんを見た時に、お父さんの胸のあたりから花が咲いてるのが見えたそうなんですよ、うん、えってな、なんでお父さんの胸に急に花が咲いてるんだろう、うん、でお母さんとか、まあ、そのおばあちゃんとかに聞いても、いやもうそんな見えないよっていう、あ、うん、私だけこれ見えてるんだと思ったって、うん、でその花っていうのはあのちゃんと白い花でね、花びらもあるし茎もあるし、うん、ちゃんとした花っていうのがこうスーって咲いてると、うん、あれなんか今まで見えなかったものが急に見えておかしいなとか思ってたんだって、うん、でそれからしばらく日にちが経っていくにつれて、そのどん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 そのお花っていうのがしおれていくんだって、しぼんでいくらしいんですよ。でどん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 しぼんできたと思ったら、お父さんの体調もみる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 よく悪くなっていってしまった、うんうんうん、あ、これ自分の体調とこの花のこのなんていうのピンとしての連動してるんだみたいなことを思ったらしいんですよ。でしばらく時間が経っていくにつれて、そのお花っていうのは完全に枯れてしまったとともに、はい、お父さんも命を落とされた、うん、あ、私こんなものを見てしまったって思った日からですね、うん、街歩いてても自分に全く関係ない人でも見るんだ、うん、胸から花咲いて、うん、あの人もしかしたら
亡くなるのかな、うん、別にその人の後をずっと追っていくわけじゃないから亡くなったかどうか分かんないですよ、うん、だけどなんか自分の知ってる人知らない人関係なく胸から花が咲いてる人を見るようになってしまった。でその能力がものすごく嫌だったんで大場さんはね。で大場さんが20代の時です、ちょうど戦争がありまして、自分の弟さんっていうのが、まあ、兵役で出征することになったんだって、うん、でその時の大場さんも結婚してたんで、ちょっと里帰りで自分の実家に戻った時にね、うん、その自分の弟とばったり出くわした、うん、でその時にあっって思ったのが、弟さんの胸に花咲いてるんですって、青い花が咲いてる。お父さんの時は白い花だったんだけど、弟には青い花が咲いてる、うん、あこれ見えてしまったから、弟これから兵役で戦争に行くからもう生きた姿を見ることはできないのかなと思ったらね、その大場さんボロボロボロって泣いてしまったんで、うん、そしたらその弟さんっていうのもお姉ちゃんのそういう変な変わった能力っていうのは知ってたから、うん、あえちょっと待って、お姉ちゃんなんでいきなり泣いたので、まあ大場さん的にもいやあんたの胸に花が見えたから泣いたんだよなんて言えないから、うん、いやご先祖様がね、うん、あんたは長生きするって笑ってるから、そうそうそう考えたら戦争に行くっていうのに長生きするってご先祖様言ってるから嬉しくてね、ちょっと泣いちゃったのよってごまかしたんだ、うんうん、そしたらその弟さんっていうのもちょっと神妙の顔にねちょっとなって、そうか、まあでも姉さんがそういうんじゃ俺はきっと大往生できるんだろうなって言ってニコって笑ったそうなんです、うんうん、そしてそれから数日経って弟さんっていうのは戦争に行って、まあ、戦地の方に赴いたと、無事に帰ってくればいいなってもちろん大場さんも思っていたんですけども、数ヶ月経った後に電報というものがね届きまして、その弟さんというのが、まあ、戦地に赴く際の 船で、敵軍に攻撃をされて命を落としてしまった、うん、あやっぱり私が見てたあの花っていうのは弟が死ぬことを予知していたんだ、すごく悲しかったそうなんですよ。でそれからしばらく経つうちにね、弟さんの部屋っていうのは、まあ、実家だから当然部屋があるまだ残ってるわけですよ、うんうん、亡くなったけど、うん、で大学生だったからね、いろんな本っていうのがもう10畳ぐらいの部屋に本棚がいっぱいあって、たくさんいろんな本っていうのが入っとると、うん、でその本の中にね、なんとなくその大場さんが弟の部屋に足を踏み入れて、ああ亡くなってしまったんだなみたいなことを考えながらなんとなく本棚見てると、一冊の本がとても気になると、うん、なんで私この本がそんなに気になるんだろうなと思ってその本を取り出してみた、うん、昔の本ですからなんていうのかな、本のカバーみたいなのがあるんですよね、こう出し入れする、うん、入れ物みたいなのが入ってると、うん、でそれ取り出してみたらそのカバーに書いてある本ではなかったんですよ、うん、でこの本っていうのが実は日記帳で、弟さんが常日頃自分が思ったこととか感じたことっていうのをびっしり書き込んでいる日記であった、うん、弟の日記がこんなところから見つかった、うん、そう思ってね、まあなんとなく目を通すわけですよ、うん、そうなるとね、何月何日、その何月何日っていうのは大場さんがその自分の弟の胸に青い花を見てしまった日なんですよね、うんうん、あの時に泣いてしまってごまかした日なんですよ、うんうん、その時書いてあったのが、今日里帰りで自分の姉がこの家に帰ってきた、うん、で僕と会うなり会うや否や、うん、姉は涙を流した、うん、きっと勘の鋭い人だから僕から何か感じることがあったんだと思うと、うん、姉にそのことを問いただしてみると、いやあなたは元気で帰ってくる、そうご先祖様が言っていると言ったが僕は嘘だと思うと、うん、姉はそういうことを機敏感じる人だから多分僕の今後っていうのは良くないものがあってるのを待ってることっていうのを、まあ、ごまかすようにそうしたんだろうと、うん、でもそういうふうに言ってくれた姉の優しさっていうのを僕はすごく深く感じるっていうことが書かれていたと、うんうん、でまあ、若い美空で、まあ、その戦地に行かなければいけなかった悔しさ、うん、で家族を残していながらその戦地に行かなければいけないっていうこの後悔みたいなことがザーって綴られていたんだって、うん、でそれを見て、あこの本を今自分が手に取るようになったっていうのは多分何か示し合わせじゃないけどね、うん、弟っていうのがこの本を読んでお姉さんと言って今教えてくれたんじゃないかと。でこの大おばさんなんですけども、結局、去年ねお亡くなりになったそうなんですよ、うん、でお亡くなりになった年齢っていうのが104歳だったそうです、うん、すごい長生きしたそうなんですけど、その亡くなる瞬間っていうのもちょっと疲れたから今日は昼寝するわって言って横になってそのままクリスマスに亡くなった、うん、でこの大おばさんが亡くなる直前にですね、自分の家族とかに電話をして、伝えていたことがあると、うん、10代20代の頃に人の体に花が見えるようになってから、うん、すごく嫌だなと思ったら一時期ずっと見なかったんですって、うん、でこの最近104歳になってあの時20代ぶり以来に久しぶりに花を見たと、うん、でその花っていうのはね、
私の胸から生えていたのよってそうおっしゃったそうなんです。だから自分が亡くなることがなんとなく分かっていたと。そんな中でも戦争に行かなければならなかった悲しさであったりとかを乗り越えて長く生きられたおばあ様のお話でした。ありがとうございました。なんなんやろうな、その話っていうね。まあ、人の寿命っていうのを、まあ、よくほらろうそくで例えたりとかもするじゃない。男塾かよ。ライフはそうじゃない。だってあれはね、男塾はね。いや、それファミコンのでしょ。ファミコン ライフを表してる。ライフを表してる。このゲームボーイの時もそうだけど。漫画であるんですよね。あ、そうそう。漫画でもともとろうそくをね、はい。いいんだよ、男塾は。俺から言ったけど。でもそれだったらさ、はい、まだ花の方が女性らしいじゃん。あ、まあまあまあね。それが、人によって、うん。あ、見え方違うのかね。なんか違うんじゃない。だから多分、ノブとかが見たら、花ではないね。花ではないんじゃないですか。花ではないだろうね。うん、なんだろう。車とかに見える。車、いや、なんやろうな。いや、好きなものわかんないけど、なんだろうな。好きなものとなのか、それは。自分が美しいと思ってるものなんか。美しいと思ってるもの。うん。愛しいと思ってるものだ。愛しいと思ってる。うん。だから、おばさんがしたら、まあ、その花っていうのが、命の象徴だみたいに思ったかもしれないけども。だ僕やったら、あれじゃない、うん、あの、一万円札じゃない。咲いてんの？え？咲いてんの？1万円札がこうニョキって出てきて出てるんだ。でだんだんそれがシワクチャになる。いや、あのこのポケットから出てきた、ね、なけなしの千円札みたいな、ぐちゃぐちゃぐちゃってなったらもうダメですよ。これはもう交換ができないからね。交換できない。わかんないけど。あれ入らへんの？いや、そうね。ぐる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 って出てきる。よくわかんない話になりましたけど、なんかちょっとそういうふうにね、不思議だなと思うようなお話でございました。あーってやったらあれでしょ、うん、なんか毒水でしょ、毒水がこう出てきてだんだん水に変わってくる。いや、やだやだってなんだよ。やだやだじゃないだろ。ああいう毒水が水になってしまうみたいな。綺麗に水になったらもう死ぬんです。それ飲めば助かりそうだけど、なんかね。でも嫌でしょ。やだ。ファンタがさ、美味しそうなファンタグレープが出てきたと思ったら、そのままだん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 水になって、透明になって、クリスタルカイザー。うわうわ、悪いもんいっぱい入ってる。入ってるか。入ってないよね。入ってないよ。水は。そう、水は健康にね、いいというところですけれども、ね、今回も不思議なお話、はい、お届けしました。以上、ナナスキチャンネルでした。ありがとうございました。